柳沢というとやらかしプレーの印象が強いが、彼を天才たらしめるのは時々ガチですごいプレーをしてしまうところだ。今回は柳沢敦が覚醒したシーンを紹介していこう。天才はパラグアイの名手チラベルト相手に大暴れしている。2試合で5得点も決めているのだ。2001年、日本対パラグアイ、小野からの絶妙なロングパスに抜け出した柳沢、後ろから来たボールを左足でダイレクトで流し込む。飛び出し、体の入れ方、シュートの精度、どれを取っても完璧なゴールだ。柳沢の勢いはまだまだ止まらない。またも小野からの絶妙なスルーパスを受け取り、落ち着いてトラップしゴール。注目していただきたいのはシュートよりもその前の動きである。小野にボールが渡る前からすでに動き出している。この時すでに柳沢はスペースを見つけ、パスコース、ゴールまでの道筋が見えているのだ。柳沢の天才的なポジショニングがわかるシーンだ。チラベルトから2得点を奪い、試合結果は2対0で日本の勝利。この試合すべてのゴールを叩き出したのだ。